どうしたんだ、琴美。そういえば、ここであんたに初めて会ったのよね。そっか、そうだったな。なんで覚えているのよ。は？あの時、私は言ったわよね。私の存在を記憶することを禁ずるって。その後お前は言ったぞ。忘れるんじゃないわよって。言ってないわ。はいはい。あの時は吉野さんもすごい心配してたっけ。私がお嬢様のことを心配するのはいつものことですから。いつもってそんな。そんなの物心がついた時からよ。そんなに小さな頃から？お嬢様のそばにいるのが私の務めですから。そっか、二人はそんなに古いんですね。ですが、いつかお嬢様は私を必要としなくなるでしょう。吉野さん？何言ってるの、吉野。私にはね、吉野が必要なの。そうおっしゃっていただけて光栄です。ですが、いつかお嬢様も。ふん、吉野は何も分かってないわ。いいでしょう、教えてあげる。私にとって吉野がどれだけ必要かをね。まずは美味しいコーヒーが飲みたいわ。駅前広場のマクセルシオールへ行きましょう。お嬢様。琴美のやつどうしたんだ。妄想宮ですね。お入りになられますか。吉野、ブラックコーヒーの S が飲みたいわ。ああ、それだったら僕が琴美ちゃんの分も買ってくるよ。あ、待ちなさいよ。水木な、昔からああいう性格なんだ。はい、琴美ちゃん。一応礼を言っておくわ。やっぱりコーヒーといえばブラックよね。お砂糖は何個欲しいのかな。だからブラックって言ってるじゃない。もう無理しなくていいんだよ。だって欲しそうな顔してるもん。ふん、それじゃあ10個もらえるかしら。え、10個？そのくらい普通じゃない。それとミルクも欲しいわね。ねえ、それだったらカフェモカとか頼んだ方がいいんじゃない？カフェモカ？何よそれ。それはね。楽しそうで何よりです。吉野さん。今のお嬢様はご友人と一緒にコーヒーを飲むことができます。それに新しい世界を教えてくださるご友人もできたんです。吉野、次へ行くわよ。中央通りのゲームセンターよ。はい、
お嬢様。ねえ、どうして吉野さんは全然楽しそうに見えないよ。セーブポイントです。こまめに記録しましょうね。よしの、次はここよ。いいぜ、相手になってやる。なんであんたなのよ。俺と勝負するのが怖いのか。ふん、いいわ。八つ咲きにしてあげる。覚悟なさい。お嬢様、実に楽しそうです。だけど吉野さんは寂しそうに見えます。これが親心というものなのでしょうか。親心。お嬢様と一緒にゲームをする、そんな素敵なご友人もできました。やはりもう私は、だから少し寂しくもあるんです。吉野さん。まあこれが当然の結果ってやつだな。はあ、気づかないの？わざと負けてあげたのよ。あ、なんだと？ほら、そうやってすぐムキになる。私は子供じゃなくて大人の女なの。ふん、料理もできないくせに何が大人の女だよ。できるわよ、料理くらい。だったら作ってみろよ。いいわ、見せてあげる。それじゃあ食材を買いに行きましょう。次は UBX のスーパーよ。セーブされますか？お間違いなさらぬように。それじゃ買い出しに行きましょう。あ、リエも一緒に行きます。どうしてよ。琴美さん一人じゃちょっとだけ心配ですから、一緒に行きましょうね、琴美さん。もうお嬢様なんて呼べないな。これでお買い物も大丈夫でしょう。二人ともどうしたんだ。ただいまです。ざっとこんなものね。素晴らしいです、お嬢様。ちゃんと食材が買えたのですね。ええ、当然じゃない。でしたらやはり私は。吉野、何が言いたいの。ですから私は。私にはね、吉野が必要なのよ。吉野がいなきゃ何もできないのよ。おい、こと朝日、口を挟むな。レイジ。あの、お嬢様。何よ。今日は一日お嬢様にお付き合いいたしました。それがどうかしたかしら。
ですから最後に、私にお付き合いしていただけないでしょうか。あら、行きたい場所があるのかしら。はい、ございます。どこよ。お嬢様の妄想宮でございます。え、すべての妄想がお亡くなりになる前に、もう一度お嬢様の世界を見させていただきたいのです。どうして。お嬢様が私を必要としてくださるように、私にもお嬢様が必要なんです。それを確かめたくて。あら、そう。だったらいいわ。さっさと行きましょう。どうして妄想宮なんだ。ここで最後よ。どう、満足したかしら。はい、満足いたしました。それで分かったのかしら、どれだけ私が吉野を必要としているか。はい、はっきりと分かりました。ならこれからもそばにいなさい。いえ、それはできません。どうして。私はお嬢様に必要とされて本当に嬉しかった。心から嬉しかった。だけど違ったのです。どういう意味よ。本当は違っていたのです。お嬢様が私を必要としていたのではなく、私の方こそがお嬢様を必要としていたのです。おい、どういうことだ。答えにたどり着いたってことさ。ねえ、吉野、これは一体どういうことなの。お嬢様は私を必要としてくれた。だからこそ私は生まれることができたのです。お嬢様がいなかったら、私は存在することすら許されなかったのです。嘘よ、そんなの。だってずっと一緒だったじゃない。はい、ずっとご一緒でした。私とも、そして妄想が侵食する世界とも。それじゃあ私が妄想に気づけたのは吉野がいたからだって言うの。どうしてよ、どうして吉野なのよ。それはきっとお嬢様が寂しかったからでございます。そしてもう私という存在は必要なくなりました。お嬢様にはたくさんのご友人ができました。ですからもう大丈夫です。いやよ、どうして。どうか終わらない今日が終わる前に私を壊してください。ねえ、なんで。きっと私が存在していたら、お嬢様はずっと現実と妄想の狭間で揺れるでしょう。
終わらない今日が終わったら、私が妄想であることも忘れてしまうでしょう。ですから今しかないのです。どうか。そんなの嫌よ。だってまだプレゼントだって渡せてないのに。でしたらそのプレゼント今ここでいただけないでしょうか。ないわ。だってまだ買えてすらいないのよ。買う必要なんてございませんよ。だって私が一番欲しい贈り物はお嬢様の独り立ちなのですから。そんな。私が消え、お嬢様が独り立ちをする、それが私のメイドとしての最後の務めです。よしの。お嬢様、これは最初で最後のわがままです。最高のプレゼントをいただけないでしょうか。本気なのね。はい、私はいつでも本気です。わかったわ。ありがとうございますお嬢様。私から最初で最後の最低で最高のプレゼントを送ってあげる。朝日、構えなさい。いいんだな。ええ、派手に行きましょう。一生忘れられないくらいにね。敵は一体です。かかってこいよ。そこだ。
僕だって皆さんの仲間なんです。ブレイズシフト、皆さん僕も頑張ってみます。いいものやるよ。ゲージが止まりました。イマジンモード発動です。リュウさん、それです。先攻撃しましたよ。皆さん、僕も頑張ってみます。こんな僕でも少しは運んでくれるかもいい。リコラ、こんな僕でも少しは運んでくれるかもいい。インシャリンだ。これが飛んだ。僕も頑張ってみます。叩き入れて。ハッツだ。ハッツです。ハッツ。イグニッション。下げ。これだけ。ハッツ。インシャリンだ。ハッツ。ダルク、頑張れ。ほら。攻撃は完成になるみたいです。僕だって、皆さん一緒なので。今ならイマジンフィールド展開できます。こんな僕でも少しは楽に立てるかな。Thank you.
いつでも大丈夫ですか。はい、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 ありがとうございます。お嬢様、一生忘れられない素敵なプレゼントになりました。それじゃあ最後に私の命令を聞いてもらおうかしら。はい、何でしょうか。
終わらない今日が終わるまでずっと私のそばにいなさい。はい、それが最後の命令よ。もちろんですよ、お嬢様。だって私はお嬢様のためのメイドですから。